伝説の怪獣たちがゲームキューブで蘇る。というわけで今回お届けするのはアテリより発売のゲームキューブ用ソフト、ゴジラ怪獣大乱闘。今回はメインであるアドベンチャーモードの紹介に加え、戦いを有利に進められるアイテムなんかもお教えしちゃいましょう。それではアドベンチャーモードを見ていこう。地球侵略を企む異星人モルタークのマインドコントロールによって洗脳された怪獣たち。プレイヤーは洗脳を逃れた唯一の怪獣となって、モルタークの陰謀を阻止しなくてはならない。実在の都市などを舞台とした全8ステージに登場する相手は歴戦の強者ばかりだ。そしてラストに登場するのがゴジラ最大のライバル、メカゴジラ。このメカゴジラを倒せば見事ゲームクリアとなるのだが、非常に強敵だ。気を引き締めて戦おう。では続いて戦いを有利に進めるために必要なアイテムの紹介をしていこう。アイテムはこのように画面上飛び回る UFO が落としていく。全部で4種類のアイテムが存在し、体力回復やエネルギー回復などプレイヤーの大きな助けとなってくれる。中でも大きな助けとなるアイテムが、まずこちらのパワーアップアイコン。これは攻撃力を一時的にアップさせることができるだけでなく、一発だけ強力な必殺技を出すことが可能になるのだ。そしてもう一つがこちらのモスラアイコン。これは怪獣モスラが現れてプレイヤーを援護してくれるというものだ。この2つのアイテムは大幅な戦力アップにつながるため、ぜひとも活用していこう。いかがでしたか？今回の情報をもとに、あなたも打倒メカゴジラを目指してみてはどうでしょう。そして今回登場した怪獣以外にもまだまだ多くの怪獣たちが登場するぞ。乞うご期待。